呉の大元2年西暦252年呉の皇帝孫権が病死した。在位24年享年71歳であった。大夫の諸葛閣は異名に基づき当時10歳の大使孫良を帝に立て健康元年と改めた。この知らせは義にも伝わった。直ちに軍勢を整えよう。呉を討つぞ。平北将軍帝宝殿のお越し。大夫。ああ帝将軍、入られ。かたじけない。魏の大軍が国境に至り、ことは急を要しておる。皆は皇統を守るため長江まで下がろうとの意見じゃ。どう思う？敵は東高の堤に参り、左右の出城を伺っている。しかし真の狙いは東高です。いかにもそなたの言う通りじゃ。芝将は東高が我が呉の要と知っておるゆえ、東高を失えば武将は危うくなります。まさにその通り。将軍は水軍三千を率いて直ちに東高へ向かってくれ。帝宝、全力を尽くします。行くぞ。見ろ、呉の水軍だ。どうする？知らせてくる。よし、行け。将軍、あれを。たった三十艘か。これでは相手にもならぬわ。しかし奇襲には備えませぬと。将軍、こちらは何せ川の上ゆえ。岸につけよ。はっ。将軍、敵を率いるは老将帝宝。兵士は少なく加勢する軍勢も見ませぬ。さすがの帝宝もお手上げか。戻ろ。男として名を挙げ、風紀をつかむのは今だぞ。それ。参りました。Yeah!
方の一戦は大勝を収めた。芝将が去った今こそ中元を取る絶好の機会だ。使者を職に送り、脅威と結び、義を討伐する。なりません。中元を打たれるのは国に報いることとして良いのですが、今年は春に入ってから雨が降らぬゆえ、今出陣しては我が軍に不利です。ふん、無礼なことを。太夫、不吉なことを申せば士気を乱す。誰か来て。太夫、お待ちを。ん、太夫、今の言は無礼とはいえ、忠義の心から出たもの、殺すのはお許しを。お願い申し上げます。庶民に下ろすゆえ追い出せ。は、追い出せ。は、太夫、北へ進み義を打つは国のためでありますゆえ、敵の要である新城を落とせば敵は慌てましょう。よし、では新城を落とそう。出陣だ。